おかゆ先輩がさ、いきなりステーキ、ステーキとコラボしてたよね。いきなりステーキってね、ちょこっと高いからみんなお気をつけてね、そこは。え、僕ね、いきなりステーキと、あと、寿司三昧は、かっぱ寿司ぐらいの感覚でいけるお安いとこだと思ってたらね、そうでもなかったのよ。もうちょいね、グレード高かったわ、普通に。行ったことない？え、僕一回行ったことあるよ。ホロライブに入る前に一人で、いきなりステーキってすごい話題になってるし、一回行ってみたいなって、1000円ぐらいでさ、食べれんのかなと思ってさ、いきなりステーキ行ってみたことあるけどね、2000円ぐらいしたよ。でも美味しかったよ。普通にうまかった。寿司三昧はいい寿司や。寿司三昧も美味しいよ。実はさ、前にね、はーちゃまが、なんか、かーたんとココ会長に、話を聞いてもらって、復帰を決めました、みたいなこと言っとったやん。あれさ、まあ、今だから言えるけど、あれね、今だから言えるけどね、寿司三昧に行ったんですよ。え、はーちゃま、ご飯行くみたいな感じで、3人で寿司三昧行って、で、なんか、あんな風にね、復帰の時にね、なんか、2人のおかげで、復帰決めましたって言ってくれてて、で、僕はその時に、なんか、その時あんまり言えなかったけど、全然大した話してないんだよね。マジで。で、なんか、後で、そのココに、え、お前なんか、言ってあげたんかって言ったら、何も言ってないよ、寿司三昧、梅しか言ってないとか言ってね、はーちゃまに、別に何の言葉もね、特にかけてないんですよ。でもなんか、いろんな人に、ありがとう、カナダみたいな言われて、いや、僕、マジで、寿司三昧一緒に行っただけ。寿司三昧一緒に行って、いや、まあ、あんまり考えすぎてもね、しゃあないよな、なるようにしかならんべみたいなことは言ったかもしれないけど、すっげえ、そんななんか、はーちゃまにさ、なんか、プラスになるようなこと言えなかったと思う。まで行ったのに間に合えんかったんかい。途中で寄り道したからやっていう顔するんじゃねえ。そういう顔するな、おい。途中で寄り道したからや、あーみたいな顔するんじゃない。